They have a different sense of values and works. They just do what they want to do with all my might. A documentary varieties of such a silly uncles. That's a Shiganai channel. Fashion, motorcycles, DIY, creative, art, varieties. They do anything it's cool. The Hideaway Box. Naoya. Crazy fireball boy burn everything's down. And like there is Takahiro. Creative machine is brain of Shiganai. American wannabe. Dragon. For fashion, leave to him. Smoothie yakiniku hormone. Jam. He's comedian. For meat and laughters, leave it to him. Four guys tied with hot passion. They bite again today. This is Shiganai Channel. It's show time. はい、おはようございます。おはようございます。今日はなんで集まったんでしたっけ？今日はですね、ようやく、はい、僕たちの YouTube が、はい、1万人超えました。うわー、おはようございます。すごいな。いやいやいや、本当に嬉しいですね。早い。なんか YouTuber っぽいですね。この喜びから1万人ってすごいですよ。ちょっと嬉しかったな、1万人は。だってなんか並べてみ全員、1万人おんでて、すごい現時点で1万189人ですね。おー、すごいね。その189人はもういいですけど、やめなさい、ありがとうございます。その189人、どんだけ、どんだけお前いや、今1万人でお祝いしてる。どんだけ思い切ってこれポチッてしてくれたから。本当ありがとうございます。ありがとうございます。いろいろありましたね。喧嘩あり、涙あり、はい、この花火がさ、はい、喧嘩涙なんかないわ。ジャン君もね、途中で参入してきて、ね、確かに、はい、まだそんなに、うん、回数は出てないですけど、うん、まあもうおもろい企画、ジャンダンは考えてるんで、それ温めてる期間と、うん、名古屋も仕事忙しいしね、うん、まあ、ここから今年はね、バンバン、はい、やっていきましょうか。だから言ったら1万人ぐらいだったら出てったるわみたいな言ってたら、ちょうどいいぐらいだね。出てた俺ちょうどいいぐらいだ。全く言ってないよ。第2章みたいな感じで、うん、でもまあ楽しみながらできてますよ。まあでもいろいろコメント来てるからね。どんなコメントあるんですか？まあ最近の動画から最スキン最スキン最スキンね。最近の動画やったら、ね、動画皆さんのタバコ吸いながら幼少期の話とか聞きたいです。あ、ちょうどじゃあタバコも。私も幼少期の話、中学生時代とか気になります。中学生時代、つい何さんがコメントしてくれたんだ。まあ匿名希望さんが絶対嘘や、絶対。あと喫茶店で雑談してる動画も見たいです。喫茶店、喫茶店行きますよ。喫茶店みたいなもんですよ、ね、まあそうです、うん、まあいろいろ来てますわね。中学校の話、なんかもう昔話をしろっていうのが多いね。なんか昔話、僕は12月18日生まれて 3000g はなかったですね。ちっちゃいとこから始まる。遡りすぎちゃうか。めちゃくちゃ生まれたて中学校って終わってるよ。幼少期が生まれた時の話は、タカさん中学校行ってたっすか？そうですね、中学校の話していかんって言うので、そもそもタカさんが一番年上なんで。俺は何やと思ってんの？タカさんやっぱちょっと世代が違うから。一番不良世代ですからね、タカさん。ちょっとなんか聞いたらあかんこともあるかもしれない。ちょっと事前に打ち合わせしとかないと。中学校は行った？中学校行きましたよ。小学校もちろん行きましたよ。幼稚園から行ってますよ俺は。幼稚園、小学校、中学校、高校まで行ってますよ。はい。で、高校卒業して、卒業して、あの大学は行ってない。あ、じゃあカスっすね。これな、マジでな、やめた方がいいよ。テロップ言っといた方がいい。大学行ってんの名古屋だけじゃないか。まあ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 、低学歴の。まあ僕は大学行って1年で2単位しか取れなくて辞めました。僕もなお、ジャン君も専門学校なんで、うん、僕も半年で辞めちゃうし、専門学校。けど俺の方は4年生の奨学金全部使い込んで。めちゃめちゃ奨学金を全部使いこなして、使いこなして怒られたやろ、お父ちゃんお母ちゃんに。うん、もうクソ怒られて、なんならお父ちゃんとお母ちゃんが怒って、あんた辞めろって言われたんで、奨学金も使い込むわ。
それはね家帰ってコーラもらえるよそんな大学の通知で見たいって何やの俺が親やったらもうぶち切れるわもうそれスポーツ推薦って一応言ったんですよあそうなんだ一応テニスか、はい、ああテニスだもんね、はい、一応スポーツ推薦で行ってお世話になってる先生同士を紹介していただいて、はいはい2日で喧嘩してやめるっていう初めて目の当たりにした体育会系に耐えられへんかった高校の時は緩かったんですよ体育会系が、うんうん、上手かったらいいよけど大学じゃやっぱダメだと1年は球広いから、うん、でも絵に描いたような、ね、先輩にちょっと、うん、じゃあ試合して勝ったら、うん、もうそれやめてくれよ先輩みたいなやって勝って喧嘩しましたでやめましたみんな部活はちなみに名古屋はジャン君は僕中学校ソフトテニスでしたね一緒だテニステニスかぶりや俺は硬い方や硬い方やばい方かないねこれやばい方ないやあのやっぱテニス同士何の結束力けど俺中学の時はやばい方やったでやばい方やった、うん、中学は高等は硬い方田舎ってそうじゃない軟式中学中学は軟式ばっかだよね硬式ないよねあんまりりゅうちゃんは僕野球部野球か、はい、中高ぽいね中高ポジションは、ね、ポジションは内野内野内側だけど内野内側の人ピッチャーが多めバッターが多め何の話どっちもあるっす俺野球全く知らへん野球全く知らへんねもちろんバッターで内野手であそうみんなバッターであり内野手キャッチャーとか、うん、ああそうセカンドとかやったりしましたよ俺はピッチャー俺はバッターとかないんや、うん、全部まんべんなくやるんやあの人、まあ、その場面場面で俺はピッチャーになってる人は俺はバッターって言うんですそうですね、まあ、9回、うん、9人いるんで、うんうん、やっぱ高さお国が違うかちょっとみんな分かんないですよ9回表国が違うあ1回表1回裏とかで攻撃自分がバッター9人バッターになる時と、うん、守備の守る時があるんですえ、うん、ファーストローとかやったことない野球のゲームとかいやほとんどないなずっと俺ウィーニングイレブンとかやったからサッカーだった、ね、ちょっといいとこ行って、うん、あサッカーですか、ね、俺はサッカーやねで高さんは何サッカー部やったのサッカー部やったえボールっすか、うん、サッカーボールをやってたサッカーボールはできないよえ中学校と高校小3からサッカー始めて高校1年までへえ中途半端だなんかその当時行った高校が中途半端から始めた俺中途半端やなと思ったけどまさか小1いやさ高1まで高校のサッカー部がもう弱小でで全然面白くなかったわけ、うん、やってても、うん、でしかも高1なんて遊びたいやん、うん、なんかあのやんちゃな友達のところにこう行っちゃうやんか、うん、どうしてもやんちいね、うん、なるほどねだからもういいかと思って高1でやめましたね名古屋も帰宅部だもんね、うん、あ、ジャム君もね帰宅部だもん ね俺も高校からずっともうバンドやってましたそうです、バンドですジャム君はでバンドリーダーずっとギターもうアホみたいにやってましたねずっと僕らはね、中学とか一緒なんでうわ、そこから、その時からなかったやっといたよかった、うん、俺らスノーボードとか言ってんと、うん、ギターとかやっといたかったよギターはやってたよ俺あ、とかうん、まあ、今もバンドしてるんですけど、うん、一緒にねジャム君はね、中学校とかまあ高校で結構そういう僕ら島根県なんですけど地元で割と有名なバンドのギターをしててそんな島根でこんなペンペンやったらもうもう女の子はもうペンペンやろもうすごい寄ってきてたよそれはもう何ペンしたかわからないよおおだからあの1個だけちょっと質問していいですか、うん、ギターをやる最初の動機として、うん、絶対モテたいからでしょモテたいの大前提あやんなそんなもんはそうでしょそりゃそうやなそりゃそうやんいやそこでやっぱりあのほんまのなんか人ってそんなんじゃないみたいに言いそうやったからほんまの人じゃなかった思ってる答えじゃないのがやっぱモテたいからやったんですよねみたいな言ってもいやいやそういう大前提そういうのとかじゃなくて、まあ、音楽と向き合いたかったみたいなあなたも何をやるにあたってそのモチベーションがいるでしょ女しかないですねでしょはいみんなそんなもんじゃないですか男の子はみんなそうでしょそんなもんよそやな最初は服着るのもモテたいからやしもうそんなもんですよ、うん、洋服もだって男たるもん、うん、で男にモテたいとか広がってきますよね、うん、女にモテたいから、うん、結局なきっかけなんか不純やつ
確かに。で、あれ戻るとしたら中学校の話をしろって言ってたんでしたっけ。そうそう、中学校の話を。中学校多分みんなが聞きたいので多分なんか分かんないですけど、うん、どうせタカさんがした話とか多分タカさんがとか そっちやと思います。やめとこ、それ別に言うよ絶対あかんから。それで中学ではないんですけどね、あの、まあ、ジャン君バンドしてたって言ったじゃないですか。でジャン君をあのあれ一緒に中国、中学一緒、高校は違うけど。あ、中学一緒なんや。で、一緒に大阪出てきてここだけないし、こんなに今なんかちょっとタトゥーでおしゃれな感じでリュウさん、ちょっと中学感じてないこういうの聞きたいでしょ。結構、普通だと思うんだよねこんなことを聞きたい。中学校だからリュウちゃんも野球だったもんね。うん、野球しか。それとだからクラスも違ったから、うん、そんながっつり絡むこともなかったもんね。そうだね。中3ぐらいになってとか、うん、よく遊ぶようになって、あの受験の時になってめちゃくちゃ、うん、ほぼ毎日遊んだもんね、はい、なんかあれよね、中学の時ってスイッチ入った瞬間ずっと毎日遊ぶやつ、うん、ずっと遊んだ。なんなんやろ、ほとんど野球してましたね。部活消えた瞬間からも。それまで気使ってたんや、野球ばっかしてはるし、なおよなおよちょっとやってるし、ちょっと嫌いやなみたいな。なんか、たまたま追いかけるわって。俺のかっこいいし。すごいよな、中学校一緒になって、いまだにこうやって一応一緒にいて、動画上で YouTube 撮ってるって、すごいことだね。そうね。そうだね。まだ仲良しだ。そうだね。そっからね。ジャン君はそっからずっとバンドを続けて、東京に行くまで、行ってるっていうね。すげえな、頑張った。一緒に大阪出てきて、なおや東京おるとき被っとったんちゃう。じゃあ俺と僕23ぐらいですかね。だからじゃあ俺も被ってるもん。まあ、みんなもここは被ってんじゃない。うん、あってんすよ、巡り合ってないけど、うん、行ってる時期が被ってる。被ってますね、確かに。どの辺にいた東京。狛江。狛江か、あの小田急線の狛江であるじゃないですか、うん、に住んでたんですよ。でしょっちゅう渋谷、下北で、うん、もうバンド活動しました。ライブやってワンチャン当てたかもしれないね、うん、うん、僕はね、その名古屋を書くブログで近況をずっとね、当時あの今インスタグラムとかそういう SNS ないなかったからね。名古屋が、あーちゃんくんが書いてるブログでこう近況を見てたんですけど、ね、それが楽しみで、うん、そのブログがねじゃあこんな感じで優しい感じなんですけど、ブログとかバンドになるとやっぱスイッチが入っちゃうみたいで絶対冒頭にですね、なおや、あのジャン君もなおやって言うんで、なおやのことを、708ってこう書いてなおやだったんですけど、で絶対ブログの冒頭でなおパチズファッキンダイアリーってスタートするんですよ。めっちゃ激しいやん、はい、今日も始まりました、ナオパチズファッキンダイアリー。ラジオじゃないやん、毎日じゃないやから。それはリュウの読み方の言い方から問題。みんなでもそうやって見るってだけど、ナオエリーはまあそういう感じで書いてるけど、うん、こいつらがそういう捉え方だから。ラジオちゃんと、みんな始まりました、みんなファッキンダイアリーファッキンダイアリーです。言ってないからね。毎日がやっぱファッキンやったね。まあ、東京にはそんなトーンでは入ってないよね。我々でもそれぐらいの気持ちで、はい、我々根っこはパンクですから。なるほどね。俺もアメブロやってたしな。ね、それを楽しみにしてたんですよね。ブログとかも今見てる若い子からしたら分かんないですよ。それこそ中学の僕らの話が半分分かんないっていうのが、うん、ミクシーとか知らんもんな、ね、今の子。ミクシーね。な。N505 とかも知らないし、N505 もええねん。ピッチも多分分かんないです、最近の子。あとジターリングも分かんないし、化石よ。もうだから僕らがこう話しても分かんない。言っとくけど俺なんて中学の時ポケベルっすからね。ポケベルね、うん、ポケベル僕使ってないですよ。ポケベル全盛期ですか。中学の時はあの携帯もピッチもまだ出てなかったから、みんなポケベル。俺らはギリギリ終わるぐらいだったんじゃない、携帯持つ頃。ああそうかも。が俺らだって中学と携帯持ってたもんな。中学、あ俺高校から持った。あ田舎も、うん、うん、前も田舎も、ね、俺中1から携帯持ってた。あそう、うん、一人っ子やもん。あ一応あった、一人っ子やもん。俺高2からかな携帯。携帯なんてない時代も素敵だよね、うん、今となっては。なんか家電かけてたもんな、友達んちの。家電かけて、ね、家電かけて誰々くんいますかって、ね、そうですね、うん、中学とか楽しかったな、楽しかったな。中2が一番楽しかった。何年前や、
わしゃらは。わしゃらは。12歳とかの中学校だった。いや、13から。13、4から。23年前ぐらい俺ら。22年前。そうね。うんうん、やば。え、中1から22年だった俺ら。もう、22年経ってます。覚えてません。そんなことも。ということは覚えにくいなと思って。27年。もう、下手っすね。下手ね。時下手ね。覚えてないでしょ、27年前のことだって。いや、中1の時覚えてんで、俺。じゃあか、初めてできた彼女の名前は。俺、高1やねん。はじめて。なんかすいません。遊んではいたけど。もうそんな、その頑張らない。中学の時彼女できなかったっていう。すいませんなんか。遊んではいたけどね。ごめんなさい、遊んではいた。ちゃんとお付き合い、あ、俺なんかすいません。なんかすいません。あのね、俺ね、同じ子に3回振られてんの、中学校で。そう、でもそいつしか嫌やったから。その子名前は。めちゃくちゃ一途やったね。名前はその子の。名前ない、こうやったかな。覚えてたよ。そんなにアタックしたのに。今すげえかっこよかったのに。俺中学の時はもう一人の女って名前決めてたから。名前なんすか。間違えた。何を間違えた。でした。間違えてる。じゃあね、あの俺ちょっと苗字で呼んでるから。間違えてますよ、高さん。言うなって苗字を。苗字を言うな。下に呼ばへんやん、恥ずかしいから。あと、さんって言ったんですね。付き合えないからね。付き合えなかったから。付き合えなかったからね。付き合えたら、と呼びたかったんですね。そう。なんかすいません。いやいや、全然。おもろかったな。高さんと中学のやつが一番面白かった。なんか。名前はって聞いてるのに、あ、こういっちゃう。なんかさ、みんな。中学校ってさ、男と遊ぶの、女と遊んだらなんかダサいみたいなのがあったし、みんな結構後輩やったから。え、なかった？そんなのなかったよ。いや、もう中学は俺らも女の子の話題出すと、いや、ダッセ、俺ら男っしょみたいなのがあったから、俺も裏で女の子を待たせて二血して帰った。みんなが見えへんの見計らってから女の子の後ろに乗ってた。出せ出せって。それができる子なんかいいなと思ってた。女の子と普通になんか帰ってなんかそういうのができなかった、うん、高3まで。ちなみと高3、高校もそんなだったの。高校も女の子といいの見られたくなかったから、手繋ぎたいじゃんけど、あの友達とかいたの。こうやってもう中学校忘れやな。中学校。いや、俺高校もずっとそうですよ。あ、本当。うん、さあ、中学の話だったら僕4時間ぐらいになるから。もうそうだね、長なるね、これ、うん、意外と。意外と全然ないね、はい、言いながら、まあ、また、ね、ちょいちょい出していきましょう。そうやね、そういう場面で、はい、中学の話はここまで、はい、ここまでって言ったらもうここまでぐらいの動画になりますけど。十分撮ってんじゃない。はい、尺は十分。そうやね、はい、そんな感じで中学の話はここまでで、はい、まあ、改めてね、本当に感謝しましょう、皆さんに。深くお辞儀をいたします。本当にありがとうございます。ありがとうございます。引き続きご観覧よろしくお願いします。まあ、言われたことのある企画をどんどんやっていきましょうか。じゃあ、そんだけ感謝しているって言うんであればって感じでしょうね、多分。お前らそんな感謝してるんやったらわしらのコメントの内容やれよって散々言うとるぞって。はい、まあ一個ずつ処理していきましょう。ブレーンに任せます。はい、まとめていきます。僕は何があればすぐ高さんの先生から、高さんに言ってくださいとか、これ見たいです、あ、高さんに言ってください、セットの動画、あ、高さんに言ってください。だいぶ高さんこの街悪く思われちゃうんで。まあまあまあいいですよ。まあね、責任もいますよ。ちょいちょい消化できたりですね。そうですよ、皆さんリクエスト系の動画も。そうだね、最近車ネタがすごく多くて連発ですからね。まあみんなもそれ楽しみにしてるんやと思うけど、はい、ちょっとこれからも車ネタをな、じゃあ、そうですね、やっていけたらと、はい、ね、はい、思っておりますが、はい、ジャン君も1万人突破したんで、はい、どんどんやっていきましょうよ。やっていきましょう。はい、なんか企画を、なんか持ってきても、うん、企画ものやめとりませんか、うんうん、ね、提案とかがちょっと考えます。あっても
あれもほんませなあかんねん、早く、うん、料理対決も、うん、あ、まずね、ほんまにいろいろネタは溜まってるんですけど、ね、ネタもあるし、まあちょっといろいろ昨日話したんやけど、いっぱいやってほしいこともあるんで、うん、うん、はい、自分らが見ても笑えるなっていうやつ、そうそうそう、ね、コメディアンですからね。いつの間にそのポジションになったんですか、僕。けど俺がもし知らないを見てる普通の人がもし俺が見てたとしたら、だいぶコメディアンなんやなと思って。すごいプレッシャーっすよ。めっちゃ隠し持ってんねやろな、みたいな。ハイエース上でこんなしてるぐらいら。普段はほんまにしないっすから、そんな。あれはもう、ブレード。今だけの話は、ハイエースの上でこれやった後、足くじきました。俺もタカさん結構編集大変ですよ、こういう時点で。もうこれ今1時間ぐらい撮ってるんですよ。グータンぐらい撮ってるんですよ。グータンヌーボー。今日4分4ぐらい。今日撮影して、もう今日あげたいからもうパーッとやろうぜって言ってこうなってもうたな。じゃあトークだって俺らとか喋るやつ長になるよ。まあ半分カットやろうかな。はい、というわけで1万人おめでとう動画でした。ありがとうございました。皆さんありがとうございます。次は3万人、言ったら3万人目指して頑張っていきたいと思います。はい、はい、皆さん頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、ご観覧よろしくお願いします。はい、じゃあそれではバイバイ。